どうも、横須賀生活です。どうも、今日は横須賀生活の新しいスピンオフ企画をやっていきます。その名も、せーの、横須賀生活の、ポッドキャスティング、ポキャスカン生活ダメだ、気合でついてくるかなって思ったけど、ポキャって最初から言ってたけど、まあ、俺もそんなに言えてなかったけど、ポキャってずっとちっちゃい声で気合でついてくるかと思いましたが、ついてきませんでしたね。ちゃんと言います。せーの、横須賀生活のポッドキャスティング、ポキャスカン生活。ちょっと最後だけ撮ったやつ、一発置いてほしい。入りが分かる。いやいや、横須賀生活のから入ってこいよ。そうな、いくよ、せーの、横須賀生活のポッドキャスティング、ポキャスカン生活。イエーイ、やっと言えた。ポキャー言ってたのはまあなかったことにしてください。以上、ポッドキャスティングをちょっとやっていこうと思います。で、まあ、ポッドキャスティングの名の通りですね、映像はもう特に、いじくったりはしないので、うん、まあ、皆さんラジオ感覚でというか、ドライブしながらとか映像見なくて成立するようなコンテンツにしていきますんで、ぜひぜひ、お楽しみいただければと思います。はい、イエーイ。はい、始まりました、ポキャスカン生活。はい、いや、毎週金曜日の、更新を目指してこれからやっていくわけなんですけど、うん、今日は金曜日でございますので、はい、取っ手出しで今お送りしている状況です。はい、で、あの、横須賀生活をちょっともう見てくださってる人は知ってるかと思うんですけど、あの、2月いっぱいですね、ちょっと藤沢生活、藤沢の方で生活しておりまして、今週月曜日にやっとこっちに横須賀に帰ってきたという状態で、いやー、なかなか苦しかったですね。最初1ヶ月でね、やったものの、もう最初の1週間でもう泣き言が。いや、もうね、建物自体はすごくいいんですよ。もうね、リフォームしたばっかりのやつで、あの、綺麗で、で、設備も最新のやつが入っててっていうのだったんですけど、まあ、やっぱ我々ね、あの、車生活を普段している身からすると、そのガレージハウスではないというところ、車に乗るために移動しないといけないっていうところがかなりしんどかったね。駐車場まで10分15分ぐらい歩く状態っていうのって、なかなか、まあ、あの、そこの様子はまたちょっとね、うん、まだいつ公開されるかわかんないですけど、ちゃんとした、あの、プロのカメラマンさんとか来てもらって、インタビューしたりとか、ちょっとなんかこう、ね、入居するシーンみたいなとか撮ってますんで、その辺もし広報、ね、解禁になりましたらぜひ見ていただければと思いますけど、はい、山岡夫婦が仕事してんなというところをちょっと見ていただければと思います。いろんな仕事しとるな。いや、でもね、やっぱりこの横須賀に帰ってきて思うのはね、本当、まあ、横須賀まだ1年ぐらいですよ、うん、1年とちょっとぐらいしか住んでないですけど、いや、なんかいいね、やっぱこの家は本当にいいんですわ。なんかもう自分たちのために作った家だから、この今ちょっと映り込んでるこのソファーですら、これもうわざわざ大阪までね、行ってね、車で行って、で、大阪の家具屋さんのアイテムなんで、もう実物見に行こうと大阪まで行って決めたりとか、もうとにかくこだわって作った家なんで、めちゃめちゃこだわったよね。だからやっぱり最適化されてるなというか。ちなみにね、藤沢生活の時では 3LDK みたいなね、うん、ま、あのマンションでしたけど、今はうちはほぼワンルームみたいなもんですから1階がガレージと仕事部屋、2階はもうワンフロアぶち抜きで、リビングとダイニングとキッチンとベッドルームとがもうほぼ全部一緒になってるっていう、はい、これなかなかいいですよ。ぜひぜひね、まだ、あの、やらないですけど、家がこういい感じになってきたら、いわゆるルームツアーみたいなこともやっていくので、うん、その辺はぜひお楽しみというところで、まあ、ちょっとね、前、あの、藤沢生活からの横須賀生活っていうところにも戻ったっていうところもあるんで、ちょっと我々はなんでこう横須賀に住むに至ったかのちょっと経緯でもなんかお話ししましょうか。そうだね、もともと僕らは
前は、まあ何度なんかね、いろいろ話の中で出てきてた阿佐ヶ谷に住んでおりました、はい、阿佐ヶ谷はもう5年ぐらいですか。5年住んだね、結構住んだね。5年ぐらい、まあその阿佐ヶ谷もね、なんか2人でまあなんかそういうお付き合いをねし始めてみたいなところから、でまあじゃあ一緒に住むかみたいになった時に、どこに住もうってこうアイデアを出し合った時にね、そうお互い阿佐ヶ谷という名前が出てきてなんで出てきた。もともとは春日さんが住んでるエリアっていう親近感、オードリーの大ファンでございますのでそして今ではね今はウエストランドが住んでいると。事務所がある。意外とこう見えてあのお笑い大好き人間というか、お笑いオタクです毎日ラジオを今聞いておりますね。阿佐ヶ谷、まあ、そこで5年ぐらい住んでっていうところで、でね、こうで横須賀にまあ行く、こう引っ越そうかってなる経緯も結構いろいろ複雑でというか、いろいろ流れがあって、もともと僕らは旅行がすごい好きで、もう毎月なんなら週に1回ぐらい行くみたいなペースで行ってた時代もあったんですよ、阿佐ヶ谷時代は。でね、こういろいろ最初の頃は電車だったりとかバスだったりとかでこういろいろ行ってたんですけど、まあやっぱこういろいろ行ってしまうと、同じとこじゃなくて新しいとこ行きたいなにはなるんですけど、そこになると今度バスがないなとか、電車降りてからまた1時間ぐらいなんかバスで移動せなあかんとかになってきて、なんかこういうとこってちょっとしんどいよねみたいになってきて、でじゃあそういうとこ行くときやったら、レンタカーを借りて行こうかみたいなんで、レンタカーもちょっと阿佐ヶ谷でこう借りて、行くみたいなことを何度かしてたんですよね。でもまあレンタカーってね、そのやっぱ借りるために何日も前から予約して、で、借りた後もね、何時までに返さなあかんからみたいなんで渋滞もししてたあかんからみたいなんで、ごっつ早う現地を出発して東京は混むんですよ、車が。そう、とにかく混む、だからもう早う出てみたいなんで、なんかそれもまたなんかしんどいなみたいになってきて、じゃあもうね結構使うし、ね、ちょっとした移動とかもなんかできるようになったら便利やんっていうことで、じゃあ車を買おうかとなったわけですよ。でね、車をそのまま今乗ってる車ですよ、ヤリスを買いまして、でこうしばらくはまあそれで阿佐ヶ谷生活、車、阿佐ヶ谷での車生活っていうのをしてたんですけど、まあ、あのね、阿佐ヶ谷ご存知の方は分かるかもしれないですけど、まあ、東京なんの、ね、下道と下町というか、まあまあそういうとこなんで、道が結構細くて、めっちゃ細いよね、めっちゃ細くて、で、あの要は土地もないんでね、東京なんで、あのアパートから駐車場まで結構5分とか10分近く歩かないと行けない、で、その駐車場も要はこう露店夜店砂利道の、なんかだからもうなんか1週間ほっといたらもうすぐほこりまみれになるみたいな、雨の日とか水たまりだらけになるような、そうそういうようなまあ環境で、なんかこう便利や便利やけど、結局渋滞せえへんようにとかっていうとか、人がねこう道細いところで人がこういなく少ない方が危なくないからとかっていうのをいろいろ計算していくと、こっち家早出なあかんかったりとか深夜帯まで帰ってこられへんみたいな、そうあの駐車場のねあれやんか、駐車場に行く道がなんか、スクールタイムみたいなのがあって夕方はその道車入っちゃいけませんみたいななってたりして、あった超懐かしい。でなんか一回工事してる時とかもあって、その道を入られへんみたいな、どっからぐるー回ってまたなんか別の道から入ったりとかしてなんかぐらい、まあ、ちょっと不便が結構あって、でなんかもうそうなってくると、ちょっともうちょっとこう車でね活動しやすいところに住みたいなって思って、まあじゃあ阿佐ヶ谷、まあ、5年住んだけど駅からやし引っ越そうかというところになって、ね、まああれは吉祥寺ですな、ね、吉祥寺の不動産屋にちょっと行きまして、エイブル的なところに行って、でまあ最初はそれこそ吉祥寺とか三鷹とか、まあ、その中央線沿線沿いのね、なんかこう駐車場付きの物件ってなんかないかなって思ってバッと行って、そしたらもうね、なんかそこのもう不動産屋さんのね、あの品揃えの問題なのか担当者の熱意の問題なのか分かんないですけど、
なんかふわふわっとした感じで、いやあんまないっすねみたいな。あ、なんかあったよね。一部あったけど、思ってるよりも都心から遠い国分寺とかで、うん、もうなんかね、駐車場付きのが欲しいんですけどって言った時点でもうなんかテンション下がってたもんね。ねえ、なんかいやあるかなみたいな感じで、ちょらってこっちは金の準備はできたんで、もうこっちはもう決める気で行ってますから、もう、もう僕らが活動するときは決める時なんで決めたらね、うん、もう車もあ欲しいなってなって、翌日にもうトヨタに行ってな、買いますと決めてきたようなやつらなんで、なかなかね、うん、こうなんか全然こう買う気で行ってんのに、こっちはもう契約する気で行ってんのに、向こうの温度も上がらないしな、この感じとかって思って、でいろいろまあ候補見してもらうものの、なんかええの全然なくて、うん、でもなんか国分寺とかにね、もう住んで車やるぐらいやったら、もうなんか全でそこでね賃貸でやっていくぐらいやったら、もうなんかいっそなんか別に車の圏内というところでちょっとね地方ずらして住んでもええんちゃうかみたいになった時にね、じゃあこう、あ、家、もう家をじゃあ建てちゃおうかと、うん、駐車場付きの物件がねえんであればもう家建てちゃえばいいじゃんと、で駐車場ね完備というか、あ、そういうやつを自分らでやってみようかみたいになったのが、こういわゆるまあここの横須賀生活へとつながっていくきっかけだね。そうだな、うん、あんまりいい条件じゃないのに家賃もね、そう全然高かったもんね。なんかね15、6万とか普通にしたりとかして、で、結局ね、いや、その駐車場が込みじゃないついてないやつなんかになったら、駐車場代は別途払わなあかんとかなって、うん、20ぐらいかかるやんみたいなね、そうそうそうなってたんで、で結局ね阿佐ヶ谷時代も駐車場代とマンション、アパート代で結局15、6万ぐらい支払っちゃってたんで、うん、それぐらいあったら結構それなりの家建てれるんちゃう、建てれるんちゃう、住めんちゃうみたいな。なんかね、大体こうマンションとかでもちょっと地方の方行きゃ東京なら4000万とかぐらいなんで、うん、35年ローンなら大体これぐらいの価格よなとかって試算して、うん、そしたらそれぐらいの価格でもう家建てちゃおうかみたいになって、うん、じゃあどこに住もうかとなった時にいろいろとこうさえ調べたわけですよ、うん、こう路線のこうあれはなんていうんですか、地下評価額みたいなやつ、ね、やつとかを、ね、調べてやっていくと、まあね東京がとにかく高くて、そういやいやいやこんなん東京って名ばかりやんみたいな西の方の果てでも結構な値段はするわけですよ。東京まで1時間半ぐらいかかる。ふっさとかね。そう意外と高いんだよね。意外と高くて、みたいな。でそんなとこでこうある程度ね駐車場もついてこういい土地でって探すと、下手すりゃ奥からかかるぜみたいになって、いやこれちょっと厳しいなって。でこれね、まあ、我々も何でしょう。関西出身者の関西のまあ田舎の方出身者のこうなんて言うんですか、ミーハー魂、ミーハー魂なのか、あとはあれだよね、あのねだみそねみというか、あと自分へのこうね卑下感みたいなところがあるからか知らないんですけど、できればやっぱこう知名度のある土地に住みたいと、そうなんか聞いたことあるとか、こう人にこう言うと、ああそこねみたいなことを言ってもらえる土地に住みたいっていうのが、もうなんか昔からの思いで、だから俺もあれだもん、東京初めて来た時に住んだのが世田谷区だしね、私もなんか世田谷区は関西人でも知ってるじゃないですか、なんかええ町みたいな、なんか有名な町っていうイメージあったから、とりあえず世田谷みたいないうぐらいの感覚でね、こうネームバリューを欲する嫌いがあるんで、ちょっとネームバリューあるところなんかないかなって探してた時に見つかったのが、こうあってふとね、あれもほんまにこうふとなるよ ね、 そうね、なんかどこしようかなみたいなこととかで、なんかないなとか言ってね、ちょっと冷蔵庫行ってジュース飲んだりとかしょう時にファッとね、あ、横須賀ってなったね、なって、横須賀え、横須賀ってなった、なってない、なってないそんなのなってない、なってない、せーの横須賀の生活って言っちゃうよそすすすって言ってたけど、いやだからそう、そんな感じで横須賀っていうのがまあ出てきて、で
ね、こういろいろ横須賀ってどうだろうと思ったら、こう 僕もこう当時クレイジーケンバンドとか今も好きですけど、あの好きやったんで、あ横須賀の歌結構あるよなとか、なんかね、それこそ横浜陽子、え横浜陽子、横浜横須賀、え港のよう横浜が多いっていう、横浜行って陽子行って横浜行ってない、陽子って何そう、港の陽子、横浜横須賀とかね、あの横須賀ストーリーとかね、そう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 、桃井ちゃんの横須賀ストーリーとか、なんかあ結構有名やし、俺もなんか聞いたことあるし、ええやんと思って、うん、で地価評価額を調べたところ、まあまあ安いじゃないかと、うん、でなんとかこう想定してた金額感やなというところで、もう早速ね相撲カウンターに行って、そうそうそう、で横須賀近辺でちょっと注文住宅で、うん、あガレージ付きの家を建てたいんやと言って、まあ紹介をね、この横須賀にある薄いホームという、地元の不動産屋を紹介してもらって、こうもうほんと翌日にはぐらいのテンションで横須賀来て、うん、で、いやもう土地を探してくれとそこから早かったよね、早かったよ、もうね、これもね、これもまた僕らのね、あの良くないところなのかもしれないですけど、もうなんか欲しいと思ったらもうすぐ手に入れたいんですよ、そう、そわそわしちゃってさ、なんかね、あの土地が出てきたらとか、もうそんなん待ってられへんし、あと なんかあの不動産屋さんでよくあるじゃないですか、あのいやここちょっと他の人も今契約で迷ってる人が来てとか、そんなん言わんでも決めっからそんなん全くいらんから、こっちはもう決めるから、決めな、もう気もそぞろやから、そう、何も手つかんなっちゃう、でもとにかく家の探してくれっていうので、うん、まあ家のこうちょっとええところがあって、で一番最初に見てたところええなと思ったところはね、なんかちょっとこうあの先に他の人が契約してなくなっちゃったんですけど、まあ今のところが運よく見つかって、うん、でもそのままもうじゃあここにするっつって、でこう建屋の方もね、こう上のじゃあ家屋の方もちょっとこだわったええ感じのにしようかなとかといろいろ思ってたんですけど、もうなんかもうとにかく早く決めたいし、早く欲しいから家がもうじゃあもうスイーホームさんでもう全部やりますというところでびっくりしてたもんね、もうね、いやなんかこうちょっとこうね、いやできればぜひうちでねこう建物やらせてほしいんですみたいな営業の方が来たらと思う、あじゃあ分かりましたって、みたいな分かりました言うと検討しますとかもないんやみたいなね、持ち帰らんかった、ね、持ち帰らんと思う、あじゃあ OK OK です OK ですみたいなのやって、でここに今引っ越してきたという、だから本当に見切り発車ですよ、そうね、でもそうやってね見切り発車でやったもののすごくいい今、うん、自分たちの理想に近い暮らしができてて完璧ですよ、ほんと、だからねやっぱりこうやりたいと思ったらねやることが大事ですよ、そんな話のまとめでええのかないいこと言おうとしてるいいこと言おうとしてるけどでも実際問題そうですよ、やりたいなと思ってなんかモヤモヤ抱えるぐらいだったらね、いやあれだからね、なんか長年の夢でみたいなんとか持てないんです、もう夢になった時点、夢としてね成立した時点でもうすぐ欲しいから、すぐ欲しい、アメダツとかもね、アメダツ欲しいって思ったそのそうアメダツ集め出した僕らがきっかけもまたすごいな、ね、なんかあもうなんかこっち来てなんかどうしようかなとかって、どういうテーマでね YouTube やろうかなとかいろいろ思ってる時に、まあそんなんとは全く関係なく、うん、じゃあ深夜にちょっと遊びに行きたいなみたいな、うん、なって、で深夜の夜中12時ぐらいに、うん、八王子やっけあれ当時はぐるぐる大帝国っていう、まあ、リサイクルショップですよ、大型の、うん、でそこ行ってなんかフィギュアとか見てみようとかって言って見たら意外と楽しいというか、あなんかこれ集めていくのちょっと面白いなと思って、うん、なんかちょっと帰って夜中3時とか4時頃にも帰って、あれポンって5時ですみたいになったっけ、あそうそうそう4時5時ぐらいに帰ってきた、ね、4時5時ぐらいに帰ってきて、もう朝方帰ってきて、でまあ、なんだかんだこうどういうフィギュアとかあんのやろなとかってネットで調べてる時に、横浜のこうコレクターズモールっていうアメザツ屋さんを見つけて、あこんなんあるらしいでみたいな、いやこういうところにアメザツあるんやねみたいな、じゃあこんなんここ行って一回ちょっと集めてみんな面白いかもなって言って、そのまま寝ずに行ったんです
11時オープンだからあと3時間ぐらい起きとけば行けるよねみたいなんで、ところで我慢できんが欲しい、何が欲しいっていうのも決まってないし、何も極端な話欲しいもんないのに、なんか早いかな売れてまうって思って、いても立ってもいられなくなってなんかあ取られるみたいな、あれがあの欲しかったあれがみたいな、何もないのに行ったこともないし何を売ってるかも知らんのに、なんかあーってなって行って、でもそっからもうズブズブにハマって、でそっからまあダフィーダックとかね、好きなキャラクターもできていってってことなんで、まあなんか何かしらねこう我慢せずにねやって取り組んでみると意外と見つかったり、自分たちの一生の趣味が見つかったりすることもあるかもしれないですよそんな話なのかもしれないですけど、でもまあこんな感じでね、自由に生きてやってますんで、はい、もうちょっと横須賀のお話だったり、僕らのこうねパーソナルな情報をこうもうちょっと発信していけるような、ね、感じのポッドキャスティングにしていきたいなと思いますので、はい、改めてこちらのチャンネルを、コーナー名をご紹介しておきますと、せーの、横須賀生活のポッドキャスティング、ポキャス生活ちょっとさっきは俺があかんかったわ、ちょっと困ったね何生活やったっけと思って、ポキャス館生活なんで、はい、皆さんも覚えてください、よろしくお願いします、はい、じゃあとりあえず第1回目はこんな感じで、はい、はい、じゃあエンディングです、はい、ポキャス館生活は皆様の応援で成り立っています。まだチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。番組番組に言うてたけど番組へのお便りとか感想はコメント欄にどうぞ。最新の配信にこのコメントいただけましたら、翌週以降の配信で取り上げさせていただくかもしれません。じゃあそんな感じで来週もやっていきますんで、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。